ばんは。こんばんは。ココちゃんが荒ぶってます。こんばんは。こんばんは。ちょっとスピンすぎてメガネにしました。マジで今シャワー浴びてきてスピンすぎると思ってダチメガネした。ねえ見ました。おー野球あれ今出てます。今ニュース出てますよね。心配ですね。ちょっとメガネがなんか汚れてる気がする。何何よどうしたの。何それね。はい。そう野球は皆さんちょっとニュース見てみてください。ぜひちょっとね昨日西武と試合してましたもんね。でもそう今日も配信してます。で明日何時からやろうかなって思ったんですけど、なんか夜午前中夜って来てるので明日も午前中にしようかなって思ってます。なんかそういう感じでまた11時くらいにしようかなと思っておりますがいかがでしょうか。ねえサリンのさバッグにさポーチが入ってる、いかがでしょうか。朝というか昼前で私こう今日もこうゲームはやろうと思ってるんですけど配信中にね、なんか皆さんすごく応援してくださってる皆さんに感謝の気持ちも込めて、じゃ今日いっぱいあの家に材料があるんですよ。だから料理してるとこも配信そんな長くなんないようにしようかなって思ったんですけどどう思いますか。そうじゃん私今日大富豪担当の日だ。みーありがとう思い出してくれて思い出させてくれて。そうだよ今日さり担当の日なんですよ大富豪。だからそうだそれはでもちょっと今配信中にはやってもまた前みたいになんかちょっとうまくね、行かない気がするので時差もあるし、だからゲームして違いますよ30分はやりますので大富豪なので、料理配信をしたいと思います。大富豪は後でやります。30分間あやばい紐が見えちゃった。よし何時にしようかな。なんかそういうのも私事前にこう決めて言っていかないとできないタイプなので、何時にしようかな。まあでもご飯食べたりはやっぱしなきゃいけないじゃないですか。10時半どうしよう悩んでる。
10時半、8時半だとねちょっとやらなきゃいけないこともあるので10時半にします。終わる時間が分かりやすい方がいいかなと。10時半から11時まで30分間だけやりたいと思いますので、皆さんその時間もパッションフォーユーやってくださってもいいですし、両手でやってくださってもいいですしはい、どっちかといえばパッションフォーユーを応援してくださったら嬉しいです今は、はい、そんな感じで、どっちもやるぞ、だありがたいです。10時半です、皆さん約束ですね。約束、皆さん別にやんなくていいんですよ、別に10時半にどっちでもいいんですけど、とりあえず私は10時半にやりますという感じです。お仕事お疲れ様。そう、大富豪は今度このゲーム期間が終わってからも私やる日があるので、その時に一緒にやってくださいもしよかったらめっちゃ跳ねてる。そう、私はそう今お稽古から帰ってきまして、そうでも私あの皆さんにアカウントをもう分かってる方も、昨日ガチャ引いたからその時に名前が出て分かってる方もいるかもしれないんですけど、私のアカウント知ってます皆さん知ってます？私のアカウントは、じゃあ皆さんにお知らせします。これでも私はお知らせしてさ、皆さんにさメリットありますか知りたいですか、知りたくないですか。私どっちでもいいんですけど、どっちがいいんですか。みんな、そうみんな、なんか恵んでくれるのかな私に私の名前はこれですね。ちょっとここ今なんかツイッターとかに載せようかとか思ったんですけど、ちょっとショールームを見てくれてる方にお見せするくらいでいいかなって思って、はい、これです。私のこれです。一瞬でしたが、こんなか、これがサリのやつです。でもサリはやっぱレベルがそんなに高くないので、ヘッドホンを買ってフェアリーに渡すっていうのをやってます。でさ、何、名前を言う、名前は S です。映ってるよ、名前は S です。見えなかったか、これです、 S です。はい、なんかでも結構そのイヤホンをやってると行動力の方がなんかなくなりますよね、すぐなくなっちゃう。いや今見てるよね、テレビでもやってるし、びっくりした。これ仲間申請
全然したらあれですか、何人とでもなれますか。皆さん報酬一覧のレインボー、あ、なんか星になっちゃってるけど、レインボー報酬も忘れずに受け取りましょう。いらないカードをエナ水99で出してみて、やってみるね。で、料理配信も皆さんゲーム頑張ってやってくださると去ってると思うので、そんな長くならない感じでテキパキとやってやりますね。サリーどうしようかな、待って、いらないカード、いらないカード低いやつ。私結構なんかさ、カードがさ入りきんなくてさ、昨日なんか売却しちゃった。ガチャ引けない。しまって、こっちの携帯が今バグってて、なんかおかしい様子が。ちょっと待ってくださいね。なんでやねん。N カード1枚でエナスリ99個あげるよ。みんな超優しいじゃん。そんなに優しくていいんですか。ちょっと、でもあれですよ、皆さんの方が全然私よりも戦力だと思うので、その分私にそのアイテムをくれる分、自分で使った方がいいと思うんですよ。ほらみんな、ほらほらほら、同じこと言ってる。ほら、自分でやった方がで、みんなそうだよ。だからちょっと私はちょっとカードは出さないことにしますね。でも皆さんのちょっとお気持ちだけありがたく受け取ります。ありがとうございます。でも私ちゃんとあれですよ、なんかさ、メールアドレスの分と端末の分、携帯アカウントある、作れるじゃないですか。え、いいんじゃない、実際2つ携帯持ってんの。2つ携帯あるので、片っぽはログインポイントだけ集めてます。そういう人もいますか。あ、みんな使い切れないんだ。使い切れないほどあるって言ってくれる、言ってる。なるほどね。でもなんかみんながそれでちょっとなんか、なんだろう、イエーイって感じ、なんて言えばいいの、わかんない、なんて言えばいいかわかんない。私今さ、 N のカードが1枚しかないんだよね。全部なんか使っちゃって、 N のカードが1枚しかないので、じゃあ1枚だけやってみますね。どうですか。そんないっぱいとかじゃなくて、どうですか、私のこの、すごいみんなのコメントが結構、大丈夫ですか。
使い切れないほどあるという。じゃあ私1個だけ1枚だけ出品しますね。そしたらこれなんかさ、希望品でさ、リクエスト券とかできたらいいのにね。リクエスト券100とか1000とかできたらさ、エナジーウォーター99でいいんですか？ちょっと私がめついみたいに言わないでくださいね。皆さん、ちょっと皆さんがさっき言ってくれてたから、今ちょっとエナジー水99ってやろうとしてるんですけれども、こいつがめついなみたいな、そういうコメントはやめてくださいね。お願いしますね、そこだけは。あの前みたい、あのちょっと炎上とかしたくないので。大丈夫ですか皆さん、いいんですよね。一回弱いカードをエナジーウォーター99で出してみてって合ってますよね。じゃあやりますね。今でーん、今 N のカード、チュリさんのカードしか1枚しかなくて、それを選びました。いいですか、これで見ます。これってますか？お、10枚リクエストしました、ありがとうございます。条件1だけでいいよね。え、これじゃあさ、ファンの方はこれ見てる方で早いもの、うん、もしもこう優しく私に99個を恵んでくださる方がいらっしゃったとしたらいらっしゃったとしたら、それはこう早いもん勝ちになるって感じですか？じゃあこう今ちゃんと見せながらやりますね。この内容で出品する、押しますね。いきますよ、せーの、完了しましたね。これで誰も来なかったら私本当になんか、うん、悲しい。でもこれ皆さんあれですよ、余ってる方だけですよ。もう自分が使う分が、あ、やばい、自分が使う分が足りないような方は絶対私になんか恵まないでください。本当に自分、ご自分で使ってください、それだけお願いします。 N カードは N095 終わった？来た、6時19分18時19分来た、こんちゃん、あ、言っちゃった、言っちゃっていいのかな、これ言っちゃいました、いいのかな、これごめんなさい、言われて嫌だったとしたらごめんなさい、ありがとうございます。もうこんな私ですが、あの頑張って使いたい、使い切ります。ごめんなさい、言っちゃった、受け取る。すごい、でもなんかすごい、これはこの方、あれ消えちゃった、この方はいらっしゃいますか、仲間の、仲間のところを見ます。私まだ仲間になる人数がめちゃくちゃ少ないんですよね。なれる人数がすごく少ないのです。
ありがとうございます。あれ、ご本人様来てましたよ。探します。ご本人間違って全然知らん人の交換してしまった。だって嘘、もったいない。あれ、ご本人様の、ご本人様のコメント、あ、私で合ってますよ。大根、大根ちゃん、大根、大根ちゃんね、大根ちゃん、大根、大根さん、大根さん、大根さん、S さんがいっぱいいるのか。大根、大根さん、でもなんか今日、昨日ニュース、そのパッションフォーユーのニュースでコントの予定日がもし延期となっても絶対中止しませんみたいな書いてくださってたので、すごいそれは嬉しいですね。嬉しい。あ、名前読んじゃった。そうじゃん、ダメだね。ちょっと今後気をつけます。はい、ちょっと私もちょっと今せっかくエナジーウォーターをいただいたので、ちょっとゲームを進めたいと思います。イベント、てかめちゃくちゃお腹すいた。なんか、あ、秋の舞台と被らないって、多分もし私がこれでメンバーに選ばれることができたら、選んでいただけたら、絶対そのメンバーのスケジュールに合わせてあんやさん、もし延期ってなっちゃってもやってくださると思うので、それは絶対ないので大丈夫だと思います。メンバーが決まってればですね、大丈夫だと思うので、それは心配しないでください。すごい、足りなくなったら追加言ってください。ありがとうございます、本当に。でもなんかすごい、でも皆さんとこうやって、なんかわかんないですけど、なんか正しいかわかんないけど、すごいなんか総選挙の期間みたいで、なんかすごく私はなんか、な、何、懐かしい気分になっております。ココシ、ファッションフォーユーだから、ココ寝なさい。ゲームをすると空腹が抑えられるとアイドルデイズで言っていました。そうなんだ。ココちゃん、今日も皆さん、ココちゃんは元気です。ココ、そう、私がお腹すいた、お腹すいた、うるさいから。ねえ、私やっぱさ、おかしかったみたい。なんでだろう。あ、いいのか。え、なんかえ、ちょっと待って、待ってくださいね。なんかゲームがなんか、あ、あ、よかった、できた、あった、よかった。なんか今なんかイベント入ろうとしてもなんか初期の画面になっちゃって、やばい、初期化されたと思ってすごい焦ったんです。大丈夫でした。これで私はフェアリーにヘッドホンを渡しながら続けていってますけれども、
合ってますか？ね、やっぱそうだよね。なんかびっくりしちゃった今、私初期化されたと思って。あ、レアじゃないフェアリーが来ました。大喜びしました。今ポチポチ中です。なんかポチポチってすごいみんな使いますよね。ポチポチしてます。でもさ、スマホだとポチポチではないよね。なんかトン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 してます。あ、でもポチポチか。なんかさ、ガラケーだとさ、やっぱなんかボタン押してる感あるのもいいですよね。すごい、なんか何も言わなくてごめんなさい。これさ、仲間になる場合さ、どういう方となればいいんだろう。やっぱレベルの高い順番とかにした方が公平なのかしら。どう思います？なんかすごいこう不公平じゃない感じがいいんですよね。それかもうなんかあみだくじとかで決めるか、もうなんかこうやって止まったところとか、特攻持ってれば誰でもいい、特攻持ってれば誰でもいい。みんな持ってるよ、ほらみんな持ってる、みんな持ってる場合はね、みんな持ってるよ。どうしようかな、どうしよう。どうしましょう。これって紙押しとかって後から変えられるんですか？得エルプラスの人を選ぶ？それの方、それは不公平じゃないですか？分かった。そうします。プラスじゃないな。プラス。お？うん。お、ゆきちゃん推し。いやでも今これ決めるのにちょっと時間がかかってしまいそうなんですよね。こうやって見ていくだけで。これさ、プラスはさ、 L の横にプラスって書いてある。ちょっとこれ後でやりますね。そうします。皆さんありがとうございます。お、ルーちゃん推し、すごい。なんかもちろんサリの推しの方も嬉しいですけど、なんかいろんなメンバー推しの方が、推しリンさん推し、ナオさん推し。あ、これナオさんのこのカードって特 L プラスだよね。違う？あ、違う？違ったっけ？そうだよね。この方をとりあえずキャプチャー。
ャーしとこう。待って、超得意るはなおさんとあと誰、そう誰ですか、なおさんとあと三代丸、里加穂、あ、三代丸の方もいっぱいいたな。三代丸と里加穂ね。それはさ、ランダムなの？そのさ、すごいサリのすごいエプロン姿の可愛いカードとかを設定してくださってる方とかもすごい。めっちゃありがとうございます。あ、可愛いって言う、自分で言った。違うよ、エプロンが可愛いの。サリが可愛いんじゃなくてエプロンが可愛いです、ごめんなさい。これもうちょっと得意る持ってる人で、でも皆さんのことをこれ拒否しないので、絶対拒否しなかったら私この申請のところからずっと見れるんですよ。だから皆さんのことこれ見れるんでチェックしますね。申請くださった方、多分これ消えないですよね、私が消さない限り。これ監視できますので、こうやって。みんな監視しますね。L と L プラスの違いを見分けるのがプロフィールからだとできないって言ってる。取り消さないでくださいね皆さん、申請私が監視してるので。でもあれです、とりあえず推しメン私なのはすごい嬉しいんです、嬉しいんですけど、そうじゃなくても嬉しいです、ありがとうございます。めちゃくちゃお腹が空いてきた。メガネ取ってもいけるかな、あ、ちょっといらない、なんかちょっとショールームはすごく明るくふんわりすることができるじゃないですか、だからなんかいける気もしてきた。今日はすっぴんでいいですか、乗り切ってしまって。いいかな、皆さんの。これさ、プラスはさ、どうやって見分けるの？プラスはどうやって見分けるの？そんなことしてる間に30分経っちゃった。これプロフィールからではやっぱ見れませんね。わかりません、これは。わかんないですよね。
ねえ、ついてないよ、プラス。うん、名前の一番右にみんななかなかいないってことかな。それだけ全然いないよ。あ、いない、なかなか少ないって言ってるくださって、ついてんの？例えばなんですけど、どこら辺ですか？右上？あー、じゃあやっぱなかなかいない。私今見つけられてないのかも。このってことですよね。この横ってことですよね。ちょっと待って、これだと終わっちゃうので、これはもうこの配信が終わったらすぐにやります。だとわからないね。うん、申請画面でわかるって。申請画面の、申請画面の皆さんのお名前の横に出てるってことですよね。なるほど。申請画面の横で見れる。横？横？とりあえずこれは、これは後でちゃんと選びます。皆さん、そう、なんかでも本当はツイッターとかにね、名前を書こうと思ったけど、ちょっとそこまで大ごとにしたくなかったので、ショールームでやりました。はい、ありがとうございます。で、料理をちょっとだけして終わりにしたいと思います。皆さん、ゲーム毎日やってくださって本当にありがとうございます。髪を結びます。これね、ホリスターの T シャツで、キッチンをがを片付けますここからかよみたいな。これはちょっと、これは汚いですね。いらない。
じゃあさっき思いついたんですよ。なのでちょっと申し訳ないですけど見切り発車です。よし、まこんな感じで移動中、移動中です。ここにさ、なんか かけたらいいんじゃない、なんかさ、ブランケットみたいな。あ、でもこの角度で撮ればいいのか。ちょっと待ってね。キッチンは皆さん綺麗ですか？一品だけ皆さんの前で作って終わりにしますね。そしたらちょっと全部だったら時間がちょっと長くなってしまいそうなので、あ、うん、いつになったら俺に作ってくれそう。これ未だにちゃんと使ってます。生誕祭でいただいたエプロン。はーい、何から作ろう。今日はサリが何を作ろうと思ったかというと、カジキの煮付けを作りたいと思います。料理ではない？料理だよね。え？ソリできますよ。ちょっとこれおばあちゃんが前よく作ってくれてすごい美味しかったんですよ。だから初めて作ってみようと思うので失敗するかもしれませんが頑張ります。ママスイート声で喋らないで、話すならちゃんと話してよ。ママがずっとひそひそ喋ってくるんだもん。あと肉じゃがと、肉じゃがとナスのなんとかコンとかを作ろうと思ってるんですけれども、ちょっととりあえず皆さんにお魚をお見せしたいと思います。お魚です。私は魚の血合いがめちゃくちゃ好きなんですよ。やばいですよね、意外に。なんか肉じゃがは今からちょっと野菜とか切って、ちょっと時間がかかりそうなので30分ぐらいでできそうな。鍋、ちょっとこれうまくいくかな。あ、これはパスタのを測るやつです。生姜を切っていきたいと思います。
こういうの。あ、切ります。生姜を。そう、早くやらないとみんなの邪魔になっちゃうから早くやりますね。ただ生姜が凍ってます。切れますでしょうか。あー、やばいかも。凍ってた。どうしようかな。すりおろしでいっか。チューブにしようかな。それかもうこれを使うか。でもせっかく生姜あるんで、すりおろしたいと思います。すりおろします。今、あー、そうだ、テロップ入れとこう。カジチキの煮つけ作る。よし。やばい、これめちゃくちゃ時間かかるかも。ものすごい勢いでやってます。このぐらいでいいかな。もっと黙ってやりますよ。今ちょっと皆さんに見てもらってるんで、わーわー騒いでます、ごめんなさい。見てもらってるから騒いでてみんなのせいみたいじゃん。そうじゃなくて、なんか喋んなきゃみたいな、なんか喋んなきゃ感ありません？はい、このね、おろし金みたいのをなんか海外のやつをなんか買ったんですけど、めちゃくちゃ使いづらいんですよね。すっごく使いづらくて、吸ったのが全部ここに入っちゃうんですよ。で、それを、あ、インスタグラム見てます、ありがとうございます。それをこうやってガンガンやるっていう恒例の感じになっております。あ、もうスライス、そんなことしてるうちにスライスできるようになったんだけど、もうあ、でも硬いな。でかいよね。本当に初めて作ります。初めて作ります。なんかおばあちゃんが作る中で一番美味しいなって思ってて、本当に美味しくて、ねえ、こうちゃん静かにしてよ。
とそんな間に生姜が溶けたのでこんな感じでカットしました。こうちゃん連行しちゃされちゃいました。酒料理酒砂糖醤油お酒を入れます。 1.5砂糖先入れればよかった。醤油も大さじ2杯半水はい、これでもう味ができたのでと思います。醤油と酒と梅干しの種砂糖とお水と梅干しを入れました。お魚を入れます。はい、こんな感じで こんな感じです。落とし蓋をしてみます。中火ぐらいかな。種どこ欲しいってウケる。落とし蓋をします。
はい、これでちょっと待ちます。じゃあ何作ろう。卵焼きとか作るか。卵焼きを作ります。じゃあ卵焼きを作ります。卵焼きとあと肉じゃがを作ろうと思ったんですよ。もう卵焼き、卵を割ってます。すごいいい音がしてきた。だし巻き卵は作りたい。2個、水と水大さじ3、本だし、本だしを目分量小さじ目分量、醤油目分量、これぐらいかな。あ、今日ついにあれを使う日が来た気がする。あれ、じゃーん。これをちょっと待ってね。カジキの方を、カジキだっけね、カジキを煮汁をかける。煮汁をかけます。かけます、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 かけます。え、おじいちゃん誕生日おめでとう、ありがとう。覚えててくださって、私が言ったんだけどね、ありがとうございます。このままもうちょっと煮込んでいきたいと思います。で、だし巻き卵のを混ぜます。器が小さくて溢れそう。これ使うと嬉しいんですけど、嬉しいんだけれども、ちょっと器が小さくて、あー、やっぱこぼれた。こぼれると思ったんだよね。もう大丈夫、もうこぼさないから。やっぱなんか泡立て器で混ぜるといいね。なんか気分がいい。はい、混ぜました。油を敷きます、敷きます、敷きます。
いい匂いしてる。うるさいか。お魚がすごいいい匂いしてます。油をこれをなんか側面も塗った方がいい、いいんですよ確か。これが作ります。これ失敗したらもうなかったことにして皆さんに見せませんね。ちょっとこれどうしよう、ダメだ先に。これさあれなんですよ、もうやばいんですよ、軽すぎてすごいフライパンがこう大変な感じになってる。押さえとこう。もう私すごい上手にできるイメージ、私なんか卵焼き上手にできてたイメージあるんですけどね。ちょっとずつちょっとずつね。弱いか。やっぱ失敗した時にさ恥ずかしいからさこういうこと言っちゃうよね。ダメだ全然温まってない。手元映ってないよね。なんか最初はあれらしいよ、なんか別に最初はぐちゃぐちゃでもいい。うん、いい感じ。これ手元映ってますか？ギリギリ映ってないっぽい。ごめんなさい無言で。Waiting, I'm waiting. I'm waiting now. I'm waiting now.これめちゃくちゃやりにくいんだけど文句。すごい私ミニサイズの卵焼きのフライパンを買ったんですよ。めちゃくちゃやりにくいんです。映ってる？ギリギリ映ってない？
うん、火を多くしていこう。はい、今途中経過なんですけど、でもいい感じだよね。途中経過です。でもこれさ、かけてほしい。あ、違う違う、これを汁をかけて、かけてほしい。流さなくていいよ、かけてほしい。もういいかな、それ。こっちが完成しました。じゃーん、見えました。お、なんかちょっとこれって、うん、おいしい。私はさ、ギュッとやりたい。なんかちょっと白身が残ってる。今帰ってきたって、おかえり。でかくな、すごいでかくなってる。ごめんなさい、私今卵焼き使ってます。使ってますね、作ってます。もう今さ、テンパっててごめんね。したかったのに、なんかちょっとでかいな。でかいじゃない、大きいな。はい、すごい今、うん、おいしい。大きめの。ただすごい今失敗したなと思ってることがあって、なんか後半すごい白身っぽいのがすごい残っちゃって、やっぱなんかちゃんと混ざってなかった。後半がすごい白身っぽくなっちゃって、白っぽくなっちゃった。できた。じゃーん。だし巻き卵でーす。上手にできたよ。これでギュッてして形を整えて、できました。すごい、みんなめっちゃ褒めてくれる。これ見えるかな。ちょっとなんかあれなんですけど、美味しそうにできましたよ。ちゃんと見せますね、お見せしますね。
フライパンダメだ。じゃフライパンに文句を言いながらやったことをちょっとごめんなさい。これ逆側のが綺麗なんだけどな。なんかちょっとそんなに上手じゃないんですけど、こんな感じです。包丁で切ってみますか。あ、待って、めちゃくちゃ美味しそう。絶対ママが作るより上手だわ。ママの卵焼きぺっちゃんこなんだもん、いつも。見せられるかな。こんな感じです。こんな感じです。あ、落ちた。サリが食べるんでちょっと許してください。こんな感じです。落ちたんですけど、こんな感じです。これはサリが食べますので、バーン。はい、でこっちも完成しました。カジキの煮付け、はい、こんな感じです。じゃあせっかくだから1個食べてみようかな。卵焼きすごい美味しそうにできたんだけど、1個食べてみます。あ、でも写真撮ってからにしようかな。写真撮ってからにしようかな。でも切れ端は美味しいです。うん、とっても。上に大根おろしかけて食べたい。じゃあ皆さん、今日はちょっと長くなっちゃったんですけど、ゲーム配信とお料理配信ありがとうございました。後で写真をちゃんとお皿に載せて、写真を載せますのでぜひ見てください。じゃあ一緒に頑張りましょう、パッションフォーユー。バイバーイ。ありがとう。おかえり。